今日ですね、こちら、観光みたちの、グラインダーですね、 MG の 125SAD っていうことでこちらやっていきます。で、まあ症状なんですけど、一応ですね、ギアの音がまあ激しいっていうことで内部がガラガラ、まあ、いってるみたいです。でこれを、今回はちょっとやっていきます。で、いつもはね、電線交換でしたり、まあ、回らないとかいうね、症状なんですけど、今回はあの電気つないでも、まあ、回るっていう症状ですね。で、回ってもモーターのギアがガラガラいってたり、する感じですので、これを、まあ、どこが悪いのか原因追及、まあ、していきたいと思います。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあね、まず瞬点からしていきたいと思います。ちょ、スイッチ入れます。はい、こんな感じですね。まあ、中のね、ギアが、まあ、かなりね、ガラガラいってると思います。これを今からね、分解していきたいと思います。はい、じゃあ分解していきます。まずですね、このガード、グラインダーのこのガードですね、ガードを外していきます。これはプラスネジをね、こう緩めるだけで簡単に外すことができます。はい、こんな感じですね。まあ、さっきのね、こうガードが取れると、この中のね、モーターの、あのギアのネジがね、こう出てきますので、ここを4つ外していきます。はい、こんな感じですね。で、これが取れると、まあ、ギアですね。ギアが出てきます。で、このギア、よく見てほしいんですけど、かなり摩耗してるの分かりますかね？かなりすり減って、ギザギザ。あの面がこうギザギザしてますね。本来ならジグザグジグザグしてないといけないのが、もうバリばっかりですね。もうこんなこう波々になってます、欠けてます。これが、まあ、原因ですね。で、これの当たりの方も多分悪いと思いますので、逆側も確認していきます。はい、こっち側ですね。次こっち側をバラしていきます。こっち側の、まあ、バラすところはここの4つのネジになってます。これを外していきます。はい、さっきよりね、かなり太いネジですね。これを外していきます。はい、ネジがね、4つ取り終わりました。で、ここを軽くね、あのプラスチックハンマーで叩いて、こっちをポコンと外していきたいと思います。はい、こんな感じですね。まず上のカバーが取れております。で、このままアマチュアを出していきます。はい、こんな感じですね。で、アマチュアのギアを、まあ、見てもらいたいんですけど、こっちもね、もう欠けてます。ギザギザですね。同じですね。もうだから受けも、あの 元のギアもかなり割れてる箇所もありますし、あのギザギザで変形してる場所もありますね。で、これが結局異音の、まあ、原因に、まあ、なってるっていう感じですね。で、モーター自体の周りねは良かったので、で、あとスイッチの方も良かったので、今回のですね、修理箇所に関しましては、よいしょ、こちらですね。このギア、確かクラウンギアとかなんかそんな名前やったと思うんですけど、クラウンギアとペペルギアかなんかやった気がするんですけど、この2つですね、この2つを今回は交換していきます。と、あとこの摩耗部品ですね、ベアリングとかカーボンブラシとか、その辺を今回は交換していくっていう形です。で、またこれ1回見積もり書いて、まあ結構ね、値段がグラインダー安値っていう話を毎回してると思うんですけど、グラインダー結構安いんで、まあ、お客さんによってはもう修理せずにね、新しいの、まあ、交換するっていう方もいらっしゃいますので、多分これもね、新品の方になるんじゃないかなと思うんですけど、一応ね、まあ、見積もり書いてお客さんにどうするかちょっとね、聞いていきたいと思います。はい、というわけで、今回はですね、参考見たちのグラインダーですね、 MG の 125SAD、こちらをやっていきました。今はね、ここに今分解して、ここにアタッチメントとかね、あのギアの部分がないのでちょっと恥ずかしい感じですけど、まあグラインダーの修理は結構簡単にね、できますんで、まあ、お客さんも部品が取れるようであれば、自分たちでね、簡単に、まあ、判断できる、まあ、ものでもありますので、まあ、ぜひね、挑戦していただければと思います。はい、というわけで、コペルサTVのリアでした。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。